がっかりしてメソメソしてどうしたんだい。どうもサラリーマンホームトレーニーのサラマッチョです。最近なんかよく動画でですね、てっぺんにチャレンジしてみたみたいな動画を見かけるんですけども、なんかテレビ番組であったみたいですね。で、私は普段テレビを全く見ないので、どういう番組かっていうのはよくわかんないんですけども、ベンチプレスをやって体重の 80% ですかでベンチプレスをやって何回できるかというのを競うみたいですね。これはあれですかね、筋持久力を競う、そんな種目になるんでしょうか。で、私はあまりそのブームに乗っかるみたいなことは普段しないんですけども、今日はせっかくなんで、チャレンジしてみようかなと思います。で、ただ普通にチャレンジをしても大体30回から40回ぐらいですかね、それぐらいできて終了っていうのは目に見えてますので、私はサイドレイズでやります。はい、準備ができました。先ほど体重を測ったんですが、75キロでしたので、その 80% は60キロです。ですから、こちらに今、30キロ、30キロのダンベルがありますので、こちらでサイドレイズにチャレンジしていきます。いきます。無理。はい、記録0回でした。皆様の中ではお前は一体何をやってるんだ、そう思った方いらっしゃると思います。私が伝えたかったことはやっぱり勇気なんですよね。勇気を持ってチャレンジする、この心を皆様に伝えたかった。操作 100% 勇気、もう頑張るしかないさ。私は今 100% の勇気を持ってチャレンジしました。操作 100% 勇気、もうやりきるしかないさ。私は 100% の勇気を持ってサイドレイズをやりきりました。ですので皆様もやらずに後悔するんじゃなくて、やってとりあえずやって諦めると、そういうことを大事にしてどんどん人生チャレンジをしていただきたい。でないと人間は成長しないですので、もし皆様の中で、好きな人がいたと、そういう時はね、ぜひ告白するのがいいと思います。告白せずに後悔するよりも、告白して結果を待つ、その方が絶対ですね、あなたの今後の人生充実しますよ。それでは本日もありがとうございました。いや、上がるわけないし。